い、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、総まとめということでパッチワーク企画をね、これまでしてきました。2022年のちょっと終わりの方から後半の方からで、2023年のこの初めにかけてですね、パッチワーク企画をね、やってきて、全部で4点を作ってきたんですけど、結構時間がかかって、パッチワークシートを制作するところからスタートして、で全体で出来上がっていくところまでっていうので、やっと終わったのが今回になります。で、総まとめとしてね、全部一緒に写してみました。これはですね、一応私が決めた、これでいいのかな、こっちだった気がしますね、表ね、こんな感じで、まあやってみて、表にしてみたのを自分では決めてみたんですけど、基本的にこれを反対向きにして使うことがまず可能ですね。で、よいしょという風で、こうちょっと裏返します。これ、ムジライクになるわけですね、こっちにするとね。で、こっちはちょっと柄が入ってくる感じになるのかな。これ、最初が黒の系統ですよね。で、パープルが入ってくるのがこの3つ目からで、3つ目はこんな感じでベージュ系になっていったという感じでしたよね。そういう風にご紹介したんですけど、こんな感じ、ちょっとその私が決めたのと反対面では、じゃあこれこっちだな、表が無地、黒無地でいくっていうことなら柄の方が裏になるかな。でも決めたのはね、これどっちなんだ、決めた方でやりますからね。そうすると、あ、こっち向きで決めてますね。ということはこれが表にしたんだ、これの場合は。ちょっとこれだけ柄を表にしてますけどね、本当のメイン使いっていうかね、こういう風なのが、これで最初の風でいいんですね。こういう風に柄に来たんですね。はい、で、こういう風にしてみたっていう、こういう風な2種類の使い方がまずできるってことですよね。はい、次ね、全部ね、ひっくり返したんですよね。表と裏側をね、逆にしてみました。で、ポケットがついているっていう内側になるんですけど、を正面に向けた向きがね、こんな感じになります。一番最初のやつはね、こういう風に白っぽい感じの中に黒のポケットで目立つようにしたっていうところがちょっと特徴のポケットの付け方をしたんですよね。で、二つ目は、なんとポケット付け忘れの事態に至って、で、ここに、ポケットをね、ぶら下げ式、で縫い付けたっていうやり方をして、ポーチがなんかキーホルダーで下がってるみたいな感じのイメージにしたポケットになりますね。で、3つ目はこういう感じで、全然違う色が登場した、グレーの感じで登場したポケットで、4つ目が最近のやつなんですけど、無地の中にこういう風に、オフベージュのポケットが来たみたいな感じの作りですね。これまた反対向けてみましょうかね。で、そうすると、1つ目がこうだんだんだんっていう感じで、だんだん畑みたいな無彩色ので、2つ目はちょっと青色とかが出てきてるっていうとこがちょっと変わってるかな。で、3つ目が展開がこういう風にお花の展開になっていって、黄緑とかも出てきちゃうよと。またそこの面ではまた違う色出てくる、ちょっとそこはそこで後でやりましょうかね。で、4つ目はこういう感じで、オレンジとかも登場してきたと、赤とかね、という感じのこの向きの感じ、いろんな向きがね、ほんと楽しめますよね。で、今度底の面を見ていくと、1つ目はこんな感じで、2つ目はこんな感じ、ちょっとメンズっぽいみたいな、で、3つ目がこういう風でね、すごいいろんな色が出てきてますよね。で、4つ目、こんな感じっていう感じですね。で、そういう感じのこういう出来上がりで、いろんな角度から見るといろんなパッチワークのね、面が見えるということになりますね。はい、それでね、ちょっと横顔みたいなことを写しながら、最後にお話でまとめさせていただきますけれども、今回のこのパッチワーク、たくさんちょっと苦労がかかるものであったんですけど、すごく良かったです。全部でですね、64面ものパネルをですね、組み合わせて、もともとはぎれで、もしかして捨てられるようなものだったかもしれないものを、なんとか生かそうとして、こうやってやってみた企画になります。で、この、作り手の私にとってはですけど、このパーツ一つ一つが思い出されるわけですよ。最初のこれはぎれで作ったっていうところの良さで、パッチワークのね、
歯切れなんで元はね。そうすると元作った別のものの時の制作の思い出がここの中にもちょっと思い出されるやつの集まりだということになりますね。そういう意味ではこれが寄せ集まった意味というのが、いろんな思いが寄せ集まったお品っていう感じになりますかね。これは私だけのことなんですけどっていう感じですね。で、最初からじゃあね、パッチワーク仕様にして仕立てていくのかっていうことで言うと、これもね、厳しい話なんですけどね、やっぱりね、一つなぎのものがであるべきだなっていう、本来はね、その方が、まず作りやすいことと、変な問題が生じないということですね。なんだけども、ちょっと一つ前の動画ではアップしたように薄手の生地と厚手の生地が組み合わさるときに、薄手の生地を厚手にちょっと揃えていく感じ のレベルを、なんか心地を、接着芯をちょっと余分に貼ることで高めていって、ちょっと近くしたりとか、そういう工夫もできたっていうこと、そういう工夫の効果が出るっていうことでは、パッチワークしたって何らいいものにできていくようなコツはちゃんとあるんだっていうことですね。そういうのを発見できたことではすごく良かったですね、ということになりますね。で、やっぱりね、でも最初に生地そのままあるなら、それをわざわざ刻んで使うってことはあまりおすすめしないかなと。で、特にこういう小花の柄物とかは、やっぱり柄がつながっていることが美しいんであってですね、その面積が広ければ広いほど迫力があるっていうことだとやっぱり思います。そうすると、その中でも工夫していくのが、やっぱり柄を同じ柄を集めてつなげたことで、ちょっと、これみたいにですね、こういうふうにね、全体としてなんかバイカラーの切り替えみたいな感じに移るというか、そういうふうにもできていったことの工夫でなんとかやるんですけど、やっぱり柄物は一つなぎになっている元の一枚仕立てが一番いいので、わざわざ最初からパッチワークをするっていう感じで作るっていうのは、やっぱり価値はその時点ではないと思うんですよね。ところが最終的に余った歯切れだからこその価値っていうことで、こういうふうに集まったことが、一度にこんなに集結するってことはないでしょうからって思うと、価値になっていくっていうことを考えるとね、やっぱりどういうふうに、その時と場合によってね、使い分けしてやっていく方がいいなと思いますね。で、思ったのがね、パッチワークだったら1枚仕立てにキルトをかけた方がすごく丈夫くなるとも思いました。パッチワークのなんか弱さはやっぱりね、あるんですよ。割りますよね。で、剥ぎ目がたくさんできることで、割ってそこステッチかけるという余計な手間がかかって、そのようにそれは仕方がないことなんですけど、丈夫にしていかなきゃいけないからなんだけども、やっぱりそんなに手間なく、きちんと丈夫に綺麗に作っていけるっていうのを、綺麗な配列に並ぶっていうことでやっていけるのはキルトの方だなと思ってますので、何もない1枚仕立てから作っていくならキルトだなというふうに思ったりしますね。いろんな感想ができましたね。はい、それでね、もともとね、歯切れをね、有効に活用していくっていう目的で、本当は年末の時に一掃していくっていうのがうまくタイミングできればよかったんですけど、そんな風にいかないもので、年末に合わせてもね、いろいろなことでね、なかなか進まなかったんですけど、ここへ来てね、これでちょっと一旦ですね、たくさん埋まっていた歯切れの過去の、もう本当何年も前の2019年とかからのものですね、そういうのがね、結構すっきりしたんですよ、今のところね。で、まだ歯切れっていうのはまた出てくると思うんです、何か作ればね。なんだけど、ちょっとこのたくさんこんなに余った歯切れがあった機会っていうのは、あまり今後はないのかなと思うと、ちょっと貴重な機会だったなと思うんです。こんなにパッチワークがいろんな種類もね、できたのもですね、やっぱりしかも表地と裏地も両方ですよね。そんな風にできたのも、これ長年やってきたことで、しかも生地も価値を感じて何かしら取ってたっていうね、キープして保管してたっていうことで、こういうのが実現できたと思ってますので、それはそれでね、なんか自然な流れというか、たまたまの自分のその状況でこういうふうにやれたことがすごく良かったことだと思っています。何かこの経験をですね、こんなふうになかなか経験できないかもしれないから、このことをお伝えすることで
そのどうなるのかっていうののなんか一つのヒントみたいな感じではね、あのパッチワークの何かのヒントにはなると思っています。はい、ということでね、これで終わりたいと思いますね。またね、パッチワーク的な仕様のものはちょっと頭に浮かんでることがあるんで、あの出てくると思うんですよね。最初からねパッチワークするやつもあのあるんです。それはね、それ必要だからであって、でもこんな風に細かく刻んだパッチワークは歯切れならではになりまして、やるとしてもね結構大雑把で、一面になって3つのパーツが出てきて3色使いだったりとか、それはもうパッチワークというより切り替えみたいな感じですね。そういう風でやっていくことはあるかもしれませんね。だけどしばらくこういう細かい感じでやっていくのはちょっとしばらくあの歯切れがたまらないとないのでね、それはそれで貴重だと思いますのでね。ということで、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。